こんにちは。今回は、新環境の、土ウィッチ、使っていきたいと思います。で、すごいアミレットが多いな。失礼。アミレットが多い理由は、あ、違う、こいつじゃない。まあ、挙兵っていうカードがあるんですけど、まあ、こいつ、まあ、土のアミレットをすべて捨てたら、まあ、アミレット1枚につきプラスにして、まあ、8枚もしあったら仮に、16プラス進化して8で24点、っていうね、相手を OTK できるほどの火力を、まあ、6ターン目にして出すことが、まあ、不可能ではないかな。まあ、不可能か。まあ、ちょっと OTK、まあ、20点あればいけるから、まあ、どうやろうな。まあ、結構面白いデッキなんですけど、まあ、メルギーとかで、自分と相手はカードを7枚、7枚引いたりして、まあ、土のアミレットを、まあ、だから、ただ土のアミレットはあんま出さん方がいいかな。あの、土のアミレットを出していって、こう、回収するカードがないので、あの、土のアミレットをこう、使ってっていうカードがないから、こう、土だらけに盤面になってしまって、フォロワー出せなくなるっていう状況が、出てくるので、なかなか使い道が難しい。まあ、レミラミとか、パメラとか、まあ、そういったフォロワーしか、まあ、土をこう回収できるカードはないから、まあ、極力、まあ、手札に土を蓄えながらでやっていくんかな。ちょっとよくね、あんま強くないかなと思ってて。まあ、対戦相手にもよるけど、まあ、のんびりしたデッキやったら、まあ、やりやすいかな。まあ、ドラゴンとか、まあ、最初あんま攻撃してこないデッキやったら、なかなか、ね、土を出さなくてもいいんですが、あんま土にね、盤面並んでしまうと詰むから、小賢しいな。まあ、バンプだと、まあ、ブラッドムーンを入れたデッキかな。で、ただ、目視力があるから、目視力がある時点でちょっと厳しいかな。あ、で、ちょっとマリガンも、よくわからないです。はい。正直よくわからん。さあ、1コスは。まあ、アグロじゃないやろうな。多分、新環境でアグロ使ってる人なんて小賢しいから。で、高校でレビーとこのルーのつなぐき、まあ、このコンボがやっぱ、ウィッチャー強いよな。まあ、どんなデッキにも多分3枚積み必須になってくると思うんやけど。さあ、2コスは。まあ、アグロだと、ブラッドウフとか、ワンピースとか出してくるのかな。血の取引。多分これ、ベルフェゴールを入れた感じかな。ベルフェゴールを入れた感じのデッキやと思います。まあ、このね、ドワーフアルケミスト、これなかなか強くて、まあ、土のこのアミレットを1枚手札に加えられるから、これなかなか強い。ここは我が小賢しいな。あ、ようわからんな、デッキが。まあ、土は残しておきたいから、攻撃して、使わないよな、さすがに。正直、土を並べることにメリットがなんらないから、これターン終了で。まあ、ちょっとね、戦い方がなんか難しいデッキかな。まあ、普通やったら錬金術の代償を置いて、なんか土をこう利用していて戦うんやけど、盤面の土を使わないデッキやから、なかなかですね、難しい。まあ、レビー出して、で、進化しただけでルーのつなぎ3枚が2コス。うわぁ小賢しいな、それは。さすがにエッグトマトの汁が弾けるやろ。これ打つも、いや、打たないな、さすがに。あ、まあ、選択肢は多い方がいいからな。で、5コスは。ただ、アミレットが3枚しかないから、まあ、挙兵出すまでもう1枚、4枚あれば8点上がるから、16になったりして強いんだけど、小賢しいな。あ、まあ、進化で5点か。まあ、グレーンプラスルーの貫きで除去とくか。まあ、とりあえず、まあ、フォロワー相手しといて、もう、まあ、挙兵は破壊されないことを前提で出すみたいな、そんな感じになるのかな。とりあえず、まあ、これ、どんどん取っていって、まあ、ドワーフアルキミスト出しておいて、で、これ、進化使うとどうなんの？土の秘術を持つカードが、まあ、一応進化させておくか。適当にしといて。まあ、パメラとかが来るのかな。まあまあ、そうか。まあまあ、レミラミもちょっと相性悪いかなと思ってるから、やっぱ土を出さないデッキやから、なんかようわからん。デッキの構築が、あーん、小賢しいな。これまずいな。目視力を握られてしまうな。
ただその悠長にしてる暇がないからどうしようかなこれもう挙兵、あでも目視録でも耐えれんのか、あ目視録耐えれるわ、小賢しいえていうか倒せなくないこれ、えていうか絶対倒せないじゃんこれ、1616の小賢しいなこれえていうか目視力あっても倒せないやん、で選択系しかヴァンパイアと入ってないやろ、あ全体除去は目視力デモンストームじゃ全然足りないし、え勝ったやんこれ突破できんの、どんなカードがあんやろ突破できるとき私のうわまあそりゃそうなるよな、あまあ除去するカードないもんな、だからヴァンパイアの対策としては8点より多く、まあできれば15点以上のスタッツをこう叩き出せたら、おのずともう目視録を警戒せずとも、勝つことができる。ただ裁きの悪魔あれがまあブラッドムーンある状態でまあ必殺を持つとなるとまあ倒されてしまうんですが、まあ今の裁きの悪魔あったら負けてたって感じかな。あだから非常にこうなんか強いなあ非常にこうなんか中ブラリーな感じであんまその特別強いって感じじゃないですよね。まあこれいいかな。とりあえずアミレットをさこう置くべきなのか、それともロッコスの挙兵まで高スタッツにするためにこう取っとくのかっていうのが非常に、悩むとこで、最初こうアミレット出すのかどうか、そこやんな。出すとこう火力が下がって全然、使い物にならんくなるから、非常に難しい。ここもさクズ鉄を出すのか出さないのか、出すんかな、出して。いやー、次のターン、雄大なら教え出すか。ちょっとクズ鉄は、挙兵に取っとくか。こんな風に、ちょっと、やり方がね、難しい、これ。ちょっと挙兵呼んでいく感じ、これ。ちょっと無駄やけど、土はあんま使いたくないんやけど。ただ、手札をこうね、使っていって、メルイで引いていくっていう手もあんねんけど、まあ極力置かない方がいいんかな。まあこれ破壊してとりあえず除去カードはたくさん入れてるので、なんとかこうレビィとかールーンでまあ4コス5コスぐらいまでまあ相手して、6コスでもあいつで決めていくっていうデッキになるのかな。まあレビィ出して、まあ進化権はね存分にあのレビィに使っていっていいと思いますで攻撃します。でグレンド魔術は、打ちません。盤面取るように使うかな。とりあえずまあ除去カードは手札にこう取っておいて、6コスでまあ挙兵を出していく、まあ、そういった動きになるデッキかな。まあ死の一戦打ちます。ネフデスネクロっぽいな、なるほど。まあ、パメラも強いけど、クレイゴーレム、まあ、パメラでいっちゃうか。悩むなこれ。ただ手札がちょっと多すぎるから、ここはちょっとクレイゴーレム一体出しておくかじゃあもったいない気もするけどな。まあでもグレンドマジとか手札に加わるから、まあいいか。まあちょっといい動きじゃないのは分かってるんですが、ちょっとまずいかまあ次のターン、まあ十分火力出るからな、まあいいか。まあレミナミとか、まあパメラとか、まあパメラも結構使いたいんだけど、まあでも盤面残らんからな。難しい、難しすぎるパメラがそもそもいらないっていうね意見の人も多分多いと思うけど、ただ何も出せなかったらこう殴られ続けるだけこうなってしまうから、多分ネフテスやな。挙兵は来ないと。そうか、パメラ出してもしょうがないっていうのあるしな。これターン終了かなまあモルディカイは錬金術の代償でまあ除けれるからなんとかなるにして、おまかしいなしかも死後ついてねえじゃん。ね、いやこれもあんま打ちたくないんやけど、もう打つしか、いやグレンの魔術を、打って、ルーンの貫き打って、まあこれも打っちゃうか。ちょっとね動きがよくわからんはよ来いよ挙兵。だからそろそろこのね、婦人が破られそうなんだが、もう除去カードもなんか減ってきたしさ、手札もなんか心頼りない頼りないカードばっかになってきたしな。来ないか。
でもここはレインまあ代償でいけるんで、とりあえずまあグレンの魔術プラス、錬金術の代償で破壊しとくとこうなるわけよ。あのアミュレット置いていくとで、もう何もアミュレット置けないし、もう積んだ感じになるわけあー地獄の解放者、なるほど、まあ、相手もちょっと事故ってる感じか。ていうか挙兵来いよ、これ完全に積んだわだあんま強くないなこれ。あーまずすぎるわ。ていうか10個戦なんで何も出さないんだ、謎すぎるだろえていうか相手ランカーさんですよね。え、なんでこんな弱いんや、これ。ちょっと事故ってるって何もできないフォロワー出した時点で積むから、うーん、まずいなこれあ、てこれやばすぎるだろ、これドワーフハルクミスのアミュレット取っとくか一応まずいまずすぎるでもこれ全部墓地捨てたら相当な火力になるな。最初言ってた通り7枚捨てる感じになるのかなアミュレットがやばいことになってんな。まあ攻撃します。てか相手なんでこんな事故ってるんだ、謎すぎるだろゾンビ出します。そろそろまずくなってきた。いや、なんで来ないんだ。まずいなこれ。とりあえずもう土がいらないから、まあパメラ出しとくかもうわけわからんな。デッキがもう謎すぎてもうわけわからなくなってきたでちょっとやばいからもう進化使っといて、あーまあ、いいっすか。あーしくった。あー出せないわ。あしくったしくったしくった。あ何やってんや。あー出せない、やばい。あーやばいなこれ。次のターン、あー挙兵がまずくないこれ。ちょっとあプレミしたわ、やばい。次のターン挙兵引いたらちょっとこれまずいぞなんかもうわけわからなすぎてさ、なんか適当になってくるな、クレームが。うわこれ次のターン挙兵来たらさすがにエッグトマト弾けるな。まずいなこれ、さすがにまずいぞこれまずい。あで次のターン多分もうそろそろ限界だと思うから、まあまあそれやったらいいわ。とりあえずこれ出しておいて、なんか除去カード あるかな。そうか、まあ錬金術カードを1枚引く、いやどれがいいんや5、9、11、12、13、14か負けるから、ここはもう錬金術これ出すしかないんか。あー打って、いやまずいぞこれ。あー5、6、7、8、9、10、11 1点で負けるって感じか。いやいやまずい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 、これだけアミュレット揃って負けるのはまずいぞ。うわーちょっと挙兵弱いなやっぱ。あ最大効果力のやつを出したかったがちょっと無理やったな。あーちょっと事故りすぎてなんかちょっともうわけのわからんでき動画になってるけど、まあ、ちょっとね、終わりにしたい。